今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。はい、クレイジーオレンジの中村です。今日はフラットトラッカーの紹介します。これはフォーセールじゃないです。はい、じゃあ紹介します。今年もよろしくお願いします。はい、はい。はい、それでは車両の紹介していきます。これがパパさんですね。スポーツスターパパさんです。で、フロントが純正のナインキャストの19インチです。で、マフラーが、ちょっとレーシーな感じで、こう差し込みのスプリングマウントで、こう作ってます。こんな感じで。だからピースで言ったら、1,2,3,4 ピースで出来上がってる 2-in-1 のなんていうかメガホンなんとかちですね。リバースコーンとかなんか言いますね。まあメガホンマフラーですかね。それで中はオリジナルのサイレンサーに、どうやって照らす？オリジナルのサイレンサーにサイクロン入ってます。結構、おとなしめで、抜けが良くてよく回ります。かっこいいです。で、エアクリーナーが、オリジナルのノーコンプレックスチョッパーのクレイジーオレンジのエアクリーナーです。で、リアがオーリンズのショックで、で、リアホイールも9キャストの19インチを使って、なんて言えばかな。アダプターとか製作して、リアの寸法に変更して、リアに取り付けれるように作ってます。はーい、かっこいいです。フラットトラッカーっていうのが、なんて言うかな、オーバルコースって言って、なんか丸いコースをぐるぐるこうドリフトしながら回るレース、フラットトラックレースっていうのがあって、それのフラットトラックのレース仕様になってます。でタイヤがマキシスの DT なんとか、ダートラ用のタイヤになってます。はい、前後19インチです。かっこいいです。おいで、タンクはこのスポーツスタータンクの、まあ、加工用のこのベースを2つつないで、ちょっとスポーツスタータンクのロングタンクになってます。ここら辺でこうつないでやりますね。で、ここの前のこの角度もちょっと緩くして、ちょっとこう柔らかい感じに作ってます。と、ここの斜めのここが、ここの車の感じが、これがこう倒れていけばこう倒れていくほどなんかこうスピード感があるというか、これがこう今このくらいなんですけど、これがこうちょっとこうって傾い、斜めがきつくなってくるほど、なんかスピード感が出てくるようなデザインになるような気がします。ほいで、このシートカウルも、スポーツスタータンクを使って、このプレスのライン、この R が同じスポーツスタータンクを使って、このシートカウルも作ってるんで、ラインがこう、タンクとシートカウルがこうラインが揃って綺麗だと思います。取り付けはこんな感じになってます。ボルトオンで取り付けれるようにインナーフェンダーも製作して、でシートカウルもこんな感じでこう補強がこう入りながら
全部これ、まあ鉄ですね、スチールで作ってます。はい、こんな感じでスポーツスタータンクをベースでシートカウルも作ってます。はい、こんな感じかな。ハンドル周りはミニスイッチとオリジナルのダートラフラットトラッカーバーですね。まあ高さとか、そうですね、高さ幅はちょっとこう合うように作りました。はい、それでコイル、バッテリーボックスも加工してて、でコイルがダイナエスを使ってます。でダイナエスがコイルとキーボックスの移設キットが入ってます。はい、でメーターはここにうまいことつけてます。これでギリギリ当たらないんで、目立たなくてシンプルでかっこいいかなっていうような感じですね。ちょっとエンジンかけてみます。でタンクの取り付けがですね、ハンドルのここのライザーのところのラバーを使って、でここ一点止めで付けてます。だからここが一つが支点になってるから、まあ、耐震仕様ですかね。こうフレームにガバッてはまり込むような感じで作ってます。こんな感じです。であとタンクにちょっとイラストを入れて、こっちに今ハーレーダビッドソン、レタリング入れて、まあ終わりかなーっていうような感じです。はい、こんな感じで、フラットトラックレーサー、フラットトラック仕様みたいな感じですね。かっこいいです。19インチが、ちょっと19インチ、リアに19インチを入れるのが、ちょっとこう、マイブームみたいな感じで、なってますね。ちょっと、はい。これがダートラが90年代とかに、多分僕らが10代とか20代前半、10代終わりぐらいですかね、そんな頃に出てきて、すごくこうかっこいいっていう、その衝撃的な、そのまあダートラってその頃言ってましたけどね、ダートラ仕様っていうのがかっこいいって言って、なんかこうストリートカスタムみたいな、TW とか SR とかが流行った頃だと思うんですけど、その頃にやっぱりダートラっていうのがやっぱりすごい、僕らが最初にバイクで、僕らというか、まあ僕ですかね、僕がうわかっこいいと思ったのが、そのダートラのやっぱかっこよさだったんで、そのかっこよさをちょっとこう、その90年代にダートトラッカーを初めて見た時のかっこよさを今の技術で作りたかったみたいな仕様になってます。はい、こんな感じです。はい、こんな感じで今年もやっていきますんで、今年もよろしくお願いします。また見てください。バイバイ。